おはようございます。私から2点申し上げたいと思います。第1点目はこの14日から東日本を襲った大雪の被害ですけれども、1週間経ちましたけれども、いまだに孤立所帯が500所帯前後あるわけでございまして、一日も早い解消に向けてですね、ぜひ引き続き関係者の努力をお願いしたいというふうに思います。10都県でですね、特に農業被害、255億円という今集計出てますけれども、調査が進めばさらに拡大、すると思いますけれども、大きな被害が出ております。また物流が滞ってですね、国民生活や、また工場生産なんかにも大きな影響が出ました。農業被害等を中心にですね、救済策をぜひ急がなければいけないと思います。合わせてですね、今回想定外、特に首都圏を中心に従来、豪雪地帯じゃないところに、大雪が降ったということで、警報の出し方とかですね、あるいは道路管理の在り方、あるいは鉄道の運行の在り方等々ですね、改めて今回 の対応を検証して、今後の事態に備えなければいけないと、党としても対策本部を設置をして、今現地活動ですね、精力的に行ってますけれども、しっかりと取り組んでいきたいとこう思っております。から2点目ですけれども、春闘が本格化してきました。政労使の間で、企業収益を賃金の拡大に充てるという、合意文書が交わされて、おります。したがってですね、ベースアップを含めて賃上げにですね、ぜひ取り組んで、いただきたいと、春闘の賃上げの成果に大きく大いに私どもも期待をしているところでございます。でこの春闘相場は大企業中心ですけれども、これが中小企業にも大きな影響を与えるわけでございまして、地方もありましても、関係者からですね、やっぱり賃上げしなければいけないという機運が随分出てきておりますので、ぜひこの春闘でですね、成果を上げるように我々としても注視していきたいとこう思っております。私からは以上です。朝日新聞の岡村です。官庁、昨日の予算委員会の方で岡田さんに対する答弁で、総理が集団的自衛権の行使解釈容認は、閣議決定で行うと、そういった発言についてのどのように受け止めていらっしゃいますか。総理がですね、集団的自衛権の行使を容認できるように、憲法解釈を変えるべきだと、いわゆるこの安全保障環境が大きく変わっている中で、解釈変更をすべきだという問題意識をお持ちであるということは、我々も承知しております。その問題意識に基づいてですね、安保法制局が設置をされて、今そこで議論が行われているわけですけれども、安保法制局は、そういう総理の問題意識に基づいた、私的な諮問機関、という位置づけですから、その報告があって、それに対して、総理がその報告書をどう扱われるのか、我々はですね、直ちにそれが政府の方針ということではなくて、与党でしっかり協議をして、さらに政府与党間で、一定の方向を見出すべきだということを、常々申し上げているわけでございまして、安保法制局の報告を踏まえてですね、我々としてもじゃあその後の手続きということについて、どう すべきなのかということを、考えていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。したがって、昨日総理からそういう発言ありましたけれども、そういう手続きどうするかということも含めて、今後きちっと与党の間で、また政府与党の間で議論をしていかなければいけないというふうに思っています。それに関連したんですが、総理はその後の答弁でも自衛隊法の改正にまで踏み込んで発言をされています。
で今の幹事長の言い方ですと手続きも踏まえて政府とで話し合いたいということであれば必ずしも閣議決定がありきではないという認識なんですか。私はそう思っています。そうすると別途どういう方法が要は行使に、例えば一定の方向性が出て、法改正が必要だということになれば当然法改正には閣議決定必要ですから、そういうことを含めて、報告を受けて、その扱いをどうするかどういう結論を出すかそれを踏まえて全体的に手続きを含めて協議をするということだと思います。関連なんですけれども、この与党の協議で、結論を得る見通しなんですけれども、代表の方は今国会ではなかなか難しいというふうに話していますが、幹事長とは。これは安全保障に関わる話ですから、代表が常々おっしゃっているように、もしですね、これまでの憲法解釈を変更するということであればですね、その変更する理由は何なのか、またどういうふうに変更するのか、またその変更した結果がですね、国民生活や同盟国、あるいは周辺国、国際社会にどういう影響を与えるのか、そこはやっぱり慎重にきちっと議論をしなければいけないというふうに思いますし、私はやっぱり安全保障に関わる話ですから、国民のその生命とか財産をどう守るかと、国民一人一人に関わる話ですから、やっぱり安全保障に関わるこのことについてはですね、国民的な合意が私は必要だというふうに思っておりまして、そういう意味で我々はどのくらい時間かけろということは申し上げませんけれども、やっぱり十分な慎重な議論が必要だという考え方です。このような話に関連して公明党はその国民の理解と合意が必要だというスタンスですが、昨日民主党の岡田克也さんがですね、政府原案が出た後に国会に諮るというか、その閣議決定の前にですね、そういう考えを示されているんですけれども、その点についてどのようにですか。国会の議論を通じて、やっぱり国民の理解を深める、国民の合意を作り出していくということもですね、私は立法府の重要な役割だというふうに思ってますから、国会の中でもきちっと議論をするということは大事だというふうに思ってます。要はその閣議決定というのは政府というか内閣のものですけれども、その与党がその前段で絡むとしても、そこである程度の合意ができた後に閣議決定の前にその機会与野党、先ほど申し上げたようにですね、何を閣議決定するのか、その手続きを含めて、これから協議を与党の間で、また政府与党の間で協議をするということですから、閣議決定の後なのか先なのかというのは、ちょっと議論としてはなじまないというふうに思います。ただ、先ほど申し上げたように、やっぱり国会の役割というのは、議論を通じて、やはり国民的な理解を深め、合意を作り出していくと、で特にこういう安全保障に関わるような話ですから、そういう意味での国会の役割というものも、私は大事だというふうに思ってます。はい。昨日の総理の発言しかり、その前の最高責任者は私だという答弁もあったと思うんですが、最近その予算委で安倍総理の集団的自衛権に関する発言というのは、かなり積極的というか、ある種受け止め方によっては前のめりになっているような印象も受けるんですが、直近 その総理の答弁に関して官庁どういう印象をお持ちですか。総理がそういう問題意識をお持ちだということは我々も承知してますから、そういう問題意識に基づいて、当然質疑の場ですから、お考えを述べられているというふうに思いますし、ただ総理も、当然与党の協議、また国民の理解ということをおっしゃっているわけですから、私はその範囲でですね、総理もそういう認識をお持ちだというふうに理解しています。はい、なんですけども、その閣議決定っていうのは、その
集団的自衛権の行使を認める認めないとかそういう閣議決定でなくて具体的な法案になったときに すべきだとそういう感じで、それはですから総理が何をそうとして閣議決定とおっしゃっているのか、まあ、昨日の答弁からだけではよく分かりませんけれども、今申し上げたように、手続きも含めてですね、きちっと協議をしていくということだというふうに思っています。昨日のですね、予算委員会で石原の元官房長官が官房副長官が法の談話についてですね、調査の裏付けを行ってなかったとかですね、ちょっと信憑性に疑問が出るようなですね、発言をされましたけども、この法の談話の信憑性についてどう考えるかということですね、あと官房長官がですね、検証をするというようなこともおっしゃいましたけども、もし問題があればですね、これ見直すべきだとお考えになりますか。この談話、皆さんご承知かと思いますけれども、この慰安婦の問題についてですね、当時の軍の関与のもとにですね、これは旧日本軍がですね、直接的または間接的にですね、そういう関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけたと、そのことについて心からお詫びと反省の気持ちを表明したのが、この談話でございます。でその河野談話によってですね、日本国としての、日本政府といった方がいいかもしれませんけれども、この問題に対する正式な対外的な立場を表明して今日に至っているわけですから、これは外交というのは、長い積み重ねの上に成り立っているわけですから、我々はこの河野談話というものはこの慰安婦問題について政府の公式な見解であるという基本的な考え方に立っておりますし、それがやっぱり関係者とかまた外交上の日本に対する信頼感を醸成する極めて重要なことだというふうに思っています。ですから、この談話というものを我々としてはきちっと尊重してこの問題に対応するというのが基本です。前の段階で、見直し等をする必要はないという、私は、この談話がこれまで日本の国が世界に発出したこの慰安婦問題についての公式的な見解ですから、その積み重ねによって今外交関係があるわけですから、それは尊重すべきだというのが基本的な考え方でございます。事実関係がどうだったかというのはこの時の昨日の石原官房長官の発言でもですね、必ずしも明確なそういう証拠があって、一つ一つの問題についてですね、ただ総合的に判断をしたということですから、さまざまな形で歴史的な検証はされていくとは思いますけれども、政府が自らですね、これについて何か変更するというようなことは、考えるべきではないというふうに思っています。こんにちは。テレビ朝日ですけれども、江藤補佐官ですとか、本田参与ですとか総理周辺の発言についてなんですが、外交への影響など考えると軽率だという指摘も上がっていますけれども、こういった一連の発言についての受け止めをお願いします。人間ですから公と私があるということは当然なんですけれども、やっぱり公的な立場にある人はやはり公ということをですね、やはり常に念頭に置きながら私は発言されるべきだというふうに思いますし、また発言したことがですね、どういう影響を与えるのか、特に国益に関わるようなことについてですね、また、国の外交関係というのは信頼関係によって成り立ってますから、そういうことに対してどう影響があるのかということを十分に、考えてですね、私は発言すべきではないかというふうに思っております。
関連してたんですけれども、はい、まあ、その河野立場をわきまえてという、まあ、念頭に発言すべきということで、うん、昨日あの森元総理大臣がソチオリンピックの関連でですね、まあ、浅田真央さんのショートプログラムの演技について、まあ、大事な時に必ず、まあ、こけてしまうみたいな発言をされていたんですけれども、まあ、一応森さんは組織委員会の2020年の委員長なわけですけれども、あの発言っていうのはどうなんでしょうか。まあ、私は特に感想を持ってませんけれども、まあ、昨日あの浅田真央さん、真央ちゃん、もう素晴らしい演技をしてですね、ああ、もうさすがだなと、拍手喝采をあのいたしました。大事な時にちゃんと飛ぶ人だというふうに思ってます。はい、三原則の見直しについてなんですけれども、まあ、だいぶ議論が、まあ、議論というかですね、まあ、政府案の方がだいぶ固まってきているようなんですが、要は国際機関の方にこれまで認めてられませんとか認めるというふうな方向性になりそうですが、その点とか等を含めて幹事はどのように、国際機関についてですね、じゃあ国際機関というのは何なのかということはやっぱりもう少し明確にしなければいけないじゃないかと、例えば国連とかですね、という、まあ、当然そういうことを想定しているんだと思いますけれども、まあ、国際機関といったら例えば NATO とかいろんな機関がありますから、ただやっぱりそこ のことをやっぱりきちっと明確にしておかなければいけないんじゃないかというふうに思っています。まあ、まだ武器輸出三原則についてはこれから政府与党といいますか与党間の PT が来週ぐらいからかなスタートすると思いますので、まあ、その中でしっかり議論してもらいたいというふうに思っています。いいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。